お疲れ様です。ラットです。ってことでね、これからね、キヨキヨさんとコラボ撮影をね、撮るんですけど、キヨキヨさんにね、ドッキリの方をね、ちょっと今回仕掛けたいなと思います。はい、というわけで今回はですね、シバライタニングをキヨキヨさんになら何回ね、打てるのか、ちょっと限界まで挑戦してみようと思います。もちろんね、バトルにも勝つつもりでやっていきたいと思います。じゃあ、お疲れ様です。ラットです。そしてボイン、キヨキヨです。お願いします。いや、懐かしいですね。ボインキヨキヨ。いや、もういつもの挨拶ですよ、これが。これが久しぶり行きました。あー、ダメ、でもダメ。ちょ、なんか僕ら今、スイッチオンになっちゃってますもん。あー、僕スイッチ、いや、オンにするの大事なんですけど、はい、オンのやつは嫌じゃないですか。もう、なんか緩くね、緩く行きたいんですよ。どう、なんですか、今日は。今日はですね、はい、まあ、ゆっくりですね。もうトークメインで。トークメインと、まあ言いつつ、まあガチフレバと一戦でやりたいと思います。いつも BO3 って言えば3戦あるとやっぱ、緩んじゃうんですよね。その一戦。集中力とか。一戦に、そう。一戦に込める力がやっぱ緩んじゃうんですよね。なるほど。今日は鬼の一戦。鬼の一戦でこう、もうガチでこう。無言キヨキヨで。もう集中してこう。もう無言でもいい。あ、別に出してる。そこまでは任せます。いや、本気でいきますよ、そしたら。はい。っていう感じでね、今日はやりたいと思いますね。わかりました。はい、もう一戦です。一戦です。もうやりますか？いや、やらないです。じゃまだ取っとこう。取っときたいです。まだ取っときたくないですね。はい。それはちょっとゆるく。いや、ゆるくね。お話したいですね。お話ししてから、ガチ。はい、もう。フレバト。コアファンさん用に。ああ、そうなんですね。コアファンさんとも、それ以外の方はもう飛ばしてね。あ、確かに。飛ばして、ね。試合見たい人はもう、行ってください。はい、この後までピュッて飛ばしてください。何喋るんですか？コアファン用トーク。いや、そうなんですよ。はい。別に何でもいいですよ。考えました、僕は。うん。何ですか？思いつきませんでした。考えた結果思いつかなかった。はい。それすごいですよ。あ、じゃあラットさん、質問いいですか、逆に。あ、全然。なんか今買いたいものとかないんですか？いや、そうなんですよ。それがね、あるんですよ。珍しくないですか？あ、これ、いや、言いにくいけど、はい、そう、あるんですよ。なんすか。これまた20歳になってからいやとか言われるかもしれないですけど、ほうほうほう、ネックレス欲しいなと思う。おー、いいじゃないですか。それ買えってこと？違います。違いますね。前までしてたんですよ。うん、ですよね。で、してたっていうのも、してました。しかも2年ぐらい前ですね。本当に前。多分具体的に言って1年と6、7か8ヶ月ぐらい前。結構前に。に、ケンツ飯。ああ、そっか。ケンツが僕に、このネックレスお前にやるよってくれたんですよ。本当に。うんうんうん、なかなかのいいやつをですね。いいやつしちゃうね。でも僕はもうずっとですよ。はい。もう風呂も寝てる時もずっと外さず。お、すごいな。もうね、ずっとつけてました。もう1年8ヶ月ぐらい。はいはい。で、仲悪くなっちゃって。いや、違います。勝手に仲悪くしてください。なんでどうしちゃったんですか？もう、うん、やっぱそう、ずっと浸かる。ってると古びで、まあ、壊れるっていうか、まあね、水もボロボロになっちゃう。それなんで、ここのつける部分がもう緩くなっちゃって、つけてても気づいたら外れちゃうっていう。うわー、それ怖いですね。逆になってて、でもつけたいからっていうので、こうずっとつけてたんですよ、うん、そしたら、はい、まあ落としてを繰り返してて、なくなしてしまいました。なくなっちゃった結局。まあ、それはね、でもケンさんもね、理解してくれると思うんで。ずっとそう、逆に嬉しいんで、愛用してたんですけどね。そうですね。っていうので、ちょっとネックレス欲しいんです。お願いします。あなるほどね。自分でもちろん買いますけど。いや、でも、はい、全然渡したいですけど、なんかね、こう渡すってなるとセンス問われるじゃないですか。センス問われるんですよ、こういうの。まあ、こういうのって、いや、漁業さんセンスあるんで。いや、ない、何でも行きます、何でも。ネックレスどういうの好きなんですか？そのジャラジャラなのか、なんかよくあるじゃないですか、こうワンポイントなのか、なんか羽みたいなのついてるやつとか、はい、まあ、あとはなんかそのブランドロゴなのか。いや、僕はめっちゃ派手派手したのあんま好きじゃないんですよね。おお、そうなんですね。まあ、ワンポイントか、まあ、ちょっとぐらいならなんかそうあってもいいんですけど、そのめっちゃこう、はいはいはい、ジャラジャラ系は僕は苦手なんですよね。一個ね。そう、一個ですね。でもネックレスつけてると首凝りません？わかんないです、わかんないです。いや、僕ネックレスダメなんですよ。あちゃん、ネックレスつけると首が凝るんですよ、こう。肩も凝るんですよ。なんかもうこれだけで雰囲気おしゃれになれるんで。あ、僕雰囲気極める人なんですよ。いや、それ大事です。髪も切って、切ったんですよ、わかります？前、一昨日ぐらいまでもう、でも前茶髪で暗くしましたよね。はい、
そうです。ですよね、暗くして。黒ですかね。いや、ダークブラウンみたいな。あ、またここから色落ちするんですけど。あの雰囲気だけは頑張るタイプなので。いやいやいや、めっちゃ似合ってますよ、マジで。いや、ありがたいです。いや、だって茶髪も似合ってましたし、なんか金髪の時もね、似合ってます。あ、それで言うと、あ、だって本当に雑でいい。あら、はい、全然最近いなくなる。あのね、もうズボン買ったんすよ。うわ、なんかすごい、めっちゃおしゃれでしょ。攻め、え、これすごいおしゃれ。いや、めっちゃおしゃれなんですよ。めっちゃキヨキヨさんっぽいっす。ほんとに？はい。でも買ったんですけど、履き心地がね、あれいや、買ったんですけど、いや、でもかっこいいんすよ。あ、え、めっちゃなんか男らしいっすよね。男らしい。これね、僕は好きなね、ブランドのところなんだよね。D スクエアってやつなんですけど、僕の悩みですか？Gパン？何パンって言うんだろう、普通のパンツ。そこのパンツの、パンツを履き心地よく履きたいんですよ、僕。履き心地悪い？履き心地悪いんですよ。触ってみてください。なんか、いや、ここ手突っ込んでもらっていいですか？え、悪いって何ですか？普通じゃないです。なんかその、まあ普通ではありますよ。硬いからですか？ちょ、硬いんですよ。硬いと生きてる心地しなくなる。ずっと履いたらいいみたいなのがあ。あー、そういうこと？まあ、お乳だから。お乳だから、だからその、ちょっと硬い。屈伸したいんですよ、僕は基本。あ、でも僕だからこそあの緩い系なんですね、ズボン毎回。あ、出た。あの、これよく僕立ちますね、動画中。結構緩い系が好きなんですよ、僕。わかるわかるわかる。僕だからあの、人生において、ジーンズを履いた回数が一桁未満です。あ、マジか。一桁です。もうジーンズ履かないっすね。あの、もう、締め付けられるのは僕嫌いなんですよ。いや、そうなんですか。だから、よかった。もう夏でも冬でも緩いのしか履かないっす。あー。そういうタイプですね。僕本当はね、ずっとこれでいたいんですよ、このアンダーマン。もうマジで最近絶対買った方がいいですよ。まあ、あの季節終わりましたから。そうなんですよ。さすがに僕最近仙台行ったんですけど、仙台行った時はさすがに半ズボンだとちょっと寒かったんで。さすがに。さすがにスウェット。はい、スウェットも僕嫌なんですよ。もうその、膝とかになんか物があるのがすごい嫌なんですよね。気持ち悪くて。スウェットガチです。本当にどうでもいい話。どうでもいい話動画ですよね、これ。はい、というところで、皆さん忘れてますよね。はい、言っちゃいますか、一戦ここで。もうちょっと喋りましょうよ。さすがに長い。あれ喋っちゃいます？全然。だ、今はファッション系喋ったじゃないですか。はい。よし。わかりましたよ。あら。次のお題。行きました。はい。これ、ラッドさん。はい。朝起きて、何してるんですか？え？もう結構いろんな人に会った時に結構聞く質問があって、はい、そのどういう一日を過ごしてるのか。まあ日によりますよね、日に。ああ、まあまあまあ、それはそうですね。起きてすぐ用事があるのか、うん、それともそのもうだらけで一日フリーな日。あ、ありますね。どちらなのかという。フリーな日、まあフリーな日とはいえ動画2本ぐらい撮影したり、はい、サムネ作って分かんないそういうのあったりするんで、まあまあそれ前提で聞きたいですね。そのフリーの日何してるんですかっていう。うわー、何してる？何してる？何もしてないですけど。何もしてない。まあでも、うん、朝起きて、はい、うん、まあ携帯触るじゃないですか。はい。ツイッター見る。ツイッター見て。LINE 見る。LINE 見て。終わり。何してんすか？なんか面白いことあるかなと思ったんですけど、はい、何もないですね。で、ご飯食べて、うん、でもクラロアとか動画とかやりつつ、うん、でも僕の日だと。あ、ほんとそんなんですよ。あ、でも僕なんか最近朝に風呂入ることが多くなって、趣味なんですか今っていうか朝風呂、その髪を、うん、その寝て起きると髪ボッサボサだったりするじゃないですか。よくツイッターで見ましたよ。はい、はい、だからそれを直すのがめんどくさいじゃないですか、こうね。そう、いろいろこう、いちいち朝からこう、髪するとめんどくさいと。うん、じゃあ、その、風呂を朝に入っちゃえば、もう寝癖なんて関係ないよね。おー、なんで、もう最近あの、早く寝て、もう9時、10時、まあ11時。まあ日付超える前には寝て、はい、で、朝起きて、もう起きて、あ、起きた、で、そのままこう、風呂行っちゃうこともよくあります。でもそれすごい健康的でいいっすね、なんか。そうなんですよ。朝の時間ってすごい大事だったりするじゃん。最近超健康なんですよ。だから一日長いんですよね。だからもう。マジか！もうすぐ僕は寝ちゃうっすね。マジか！もう寝ちゃうっすね。もう18時38分。はい。マジか、じゃもう寝ないとダメな時間。お眠？はい、お眠っすか、もう。もうすぐお眠っす。なんであの動画撮影中にツイッター見たんですか？
ごめん、先輩。先輩。マジですいません。これやばいです、これはよくないね。先輩よくないです。これはよくないです、これは。動画撮影中にツイッター。これじゃあね、緩すぎた。この話がもう雑談だって思うよ。雑談でツイッター見てなんか。普通にこう動画撮ってること忘れてました、忘れてた。いや、ちょっと頭にはもちろんありますよ。当たり前ですけど。そんなバカじゃないんで、僕。ただね、ちょっと良くない。これもう、忘れてた。良くない。じゃあ、ガチ美容生、いや、ガチ BO1 か。BO1 です、もう BO1 の人、ちょっと。でも本気でいいですか、本気で。ガチです、ガチ。ガチ、ガチで。よし。ガチです。まあ僕もデッキ悩むんですけどね、すぐ。いやー、どうしようかなー。別にもう本当にもう、別にロケットとかも全然入れていただいていいですし。あー、勝ちに。いや、本当にもう勝ちに行きましょう。あと面白いデッキ使いたいじゃないですか。僕結構やっぱフレンドやるときに、フレンドバトルするときに結構、マジアチャとか使いたくなるんですよ。僕これでいきます。おマジアチャ、ちょ、僕出しますよ。マジアチャちょっとおしゃれですね。ボン、いや、その、いや、使えないんですよ、全然。ただ、プロの方々すごい使うんで、使える気になるというか。よし、いきますか。ちょ、集中します、僕も。お願いします。あ、ミスった。どうしたんすか。なんでも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 クラロワの音出してるガチ勢じゃないですか、急に。そうそう、急に急に音出すガチ勢じゃないですか。うわー、ミスったな、マジで。え、マジミスったな、どうしようかな。はいはい、出させていただいて、ウッド、ウッド村のウッドさん出させていただいて。あれ、結構動かないですね。いや、動かないですよ、僕は。めっちゃヒーヒーハーしますちょっと僕ね、スタンプコレクションを見せてあげようかなっていう。ヒーヒーハーができないんですよ。なんかさ、煽り要素高すぎじゃないですか。え、めっちゃ高いですね。来ないんですか。これっすよね。それそれそれ。いや、高いからこそやっぱ使うみたいなのがありますね僕でも全然煽られるのも抵抗ない、抵抗ないことはないですけど。あ、そうなんですね。はい、ウェルカムなんで。もう勝手に怒ってました。あれ、ちょっと雑談会続いてますよ。え、ガチ美容するのお互い何も出さないなんてことがあるんですか。いや、僕出せないんですよ、なんか知んないですけど。出しましょうよ、マジで。いや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 、出してくださいよ、逆に。出しましょうよ、先輩。で、せーので出しますよ。マジですか。それも心理戦ですよ。はい、出さないかもしんないですよ。出してくださいよ。いや、待って、それは危ないですよ、それは、はい、じゃあせーのいきますか。せーのいきます。はい、本当にいきますよ。せーの、ポン。じゃあいきましょう。おー、出した。うわー、そっちか。ファルチェ、ファルチェ、ファルチング TV ですよ。まあ。で、いや、これ面白いですよ。わあ、ちょっと厄介ですね。これ面白くないですか。いや、面白くないですよ。ずる、ちょっと待ってください。ずるくないですか、なんか。先輩、なんかずるくないですか。いや、ずるくないですよ、そんな。ずるいとかやらないかさよ。まあ、ずるくはないですね。まあ、よかったですよ、それは。あ、ちょっとやばい。待って、先輩。よしよし、あー、ベビダー死んじゃう。あ、まあ、でもこれは、ちょっと半です。これね、いや、1対11個ずつ出すっていうのでちょっと負けちゃいましたね、僕も。確かに、それはありますね。そこのちょっとね、うまいことやられちゃったかなっていうのありますね。いや、ここちょっと言い切ったな。あ、これはもうね、僕のターンですね。あー、1個もう捨てるタイプですね、先輩。あ、しっかり守ってきますね。あー、それうまい。これは僕の防衛技術が試されますよ。やばい。え、なんでめっちゃいい防衛してるんですか。え、これ防衛強い、このデッキ。先輩、ちょっとやばい。やるわ、勝つ。え、普通に負けたんだけど。え、ちょっと待ってくださいよあー、もうマジっすか。え、なんかしてたんすか。なんか水飲むドッキリとかしてんすか。何もしてないですけどもう、これ強い。僕スパーキーじゃなかったんですよ。いや、ここはスパーキーなんですよ、ファルチじゃなくて。スパーキーいないじゃないですか。そう、入れ忘れたさっきの動画の企画でスパーキーじゃなくてファルチにしたんですよ。したら、さっきの BO3 たまたま間違ったデッキで、間違ったデッキ倒しちゃったと。そうなんですよ。煽りですか。煽り。いやー、悔しい。え、本当に何もしてないですか。はい、なんか右だけとか。何もしてないです。ちょっと、そうはい、というわけで、本日なに絶対じゃ違うじゃん。キワキワさんにシワライトニング何回できるのか。出たよ、マジでやってたの
もう最悪っすよマジで。だって休憩さんが音出すんですもん。だってもう出してた。あ、ライトニング入ってる。最初音出しだったのに急にガチで音出すから、僕もライトニング打ちたいけど打ちにくいんですよ。あ、そういう、うわ、なかなか打てなくて、打ったらこう音。え、どれぐらい打ったんですか。え、結果1回です。あのユニットお互いに出すって言ってかったじゃないですか。ありました。出した瞬間にライトニング同時に打って、僕はゼロコストになりました。そういうことか。うわうわ、バカみたいじゃん、喜んでて。こんなんやりました、さっき。悔しいっすわ、でも。音出すのはちょっとあれ、よくないっすよ。違う、急に。違う、僕、ガチでやるとき、やっぱ音必要じゃないですか。今日、この撮影の前に、結構、撮ってるんですけど、はい、撮ってる5本、4本ぐらい撮ってるんですけど、一回も音出してない。出してない、出してない。急に。だって、超ガチって言うんで、これは、だって逆に、超ガチじゃなかったら失礼じゃなと思ったんですよ。だからこれは音出して本気でやろうっていう。ちょっとね、いやマジか、気づかなかったな。やられましたね。普通エリゴレ OP って思ってました、ね、でも1回で阻止ですからね。いやー、はい、今回はやられましたね。なんか前なんか7回とかしませんでした。いや、結構5回はでもやりましたね。やった。5回はなんかエレドラみたいな。そう。いや、もうやられましたね。はい、というわけで今回ちょっとね、まあ若干の失敗にね、ちょっと負けちゃってね。あら、よし、ね、またちょっといつかこっそりリベンジしたいなと思います。はい、というわけで今回ねコラボさせていただいたキョウキさんの、チャンネルリンク概要欄に貼っております。よければね、コラボ動画もたくさん撮ったんで、ぜひそちらも見てみてください。お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。忘れずに、ね、よろしくお願いします。はい、というわけでバイバイ。